Oh say can you see by the early light. こんにちは石川雅和ですこの講義はアメリカ独立宣言で楽しく学ぶ英文解釈私の Kindle 本を元にしておりますアメリカ独立宣言について 1776年に大陸会議によって採択されたアメリカ独立宣言は世界史上最強の政治ステートメントの一つです。それは大英帝国が植民地でいかに搾取と圧政を繰り返してきたかを世界に暴露した文章です。アメリカ独立宣言は単語の数で1333単語の 決して長くはない声明文ですがおそらくこれほど遂行に遂行を重ねた文書は世界史の中でも少ないかもしれません。それはジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン、トーマス・ジェファーソン、ロバート・リビングストーン、ロジャー・シャーマンの5人がこの短い声明文を1年ほどもかけて彼らの全勢力を集中して書き上げたのです。 英語学習と英文解釈の観点からアメリカ独立宣言を見た場合、長く複雑な公文が英文解釈の学習に非常に役立ちます。独立宣言の執筆者は、多少文章のシンプルさにかけようとも、決して誤解を生む余地がない文章にしようとしたのです。冒頭の部分から出題します。次の文章は、 アメリカ独立宣言の冒頭の一節である。この英文を読んで以下の問いに答えを。この英文を見た後で8つの問題を次々に出していきます。それではまず聞いてみましょう。The Declaration of Independence 1776 The Unanimous Declaration of the 13 United States of America When in the course of human events it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another and to assume among the powers of the earth the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation we hold these truths to be self-evident that all men are created equal それでは、問題を出していきます。まずは、問い1。ユナマスを和訳せよ。数秒後にこの答えを出していきます。 1> 問1の答え、全開一致の、満場一致の。問2、dissolve the political bonds を和訳せよ。数秒後に答えを出します。問2の答え、政治的なしがらみを解き放つ。 問3 e n t i t l e を和訳せよ数秒後に答えを出します問3の答え権利を与える問 4they should declare the causes which impel them to the separation を和訳せよ数秒後に 答えを出します問4の答え彼らは彼らを分離へと追いやったその理由について宣言するべきである問5 self-evident を和訳せよ数秒後に答えを出します 問いごの答え、自明の、分かりきった。問いろく、unalienable rights を和訳せよ。数秒後に答えを出します。問いろの答え、渡すことができない権利、不可侵の権利。 問七、endowed by their creator を和訳せよ。数秒後に答えを出します。問七の答え、彼らの創造主によって授けられた。もしくは、彼らの神によって与えられた。問八、 Life, liberty, and the pursuit of happiness を和訳せよ。数秒後に答えを出します。問い八の答え。生命、自由、そして幸福の追求。アメリカ独立宣言の冒頭の部分の前訳をお示しします。 人間の歴史においてある人民が他の人民との政治的なしがらみを解消することが必要となりそして地上の権力がいくつもある中で自然法と自然の神の方が人間たちに与えた分離独立と平等な地位を当然のことだと思う時人類の異なる意見に礼儀正しい敬意を払うことが必要とされるならば 彼ら人民は彼らを分離独立へと追い込んだ数々の理由について公表を宣言すべきである。我々は以下の真実は証明することも必要のない自明の理であると信ずる。すなわち、すべての人間たちは平等に創造されており、まさしく 不可侵の権利を神から授けられている。それは、生命と自由と幸福の追求などという権利である。いかがでしたでしょうか素晴らしい名文だと思います。この長く複雑な公文になれれば、どんな英文も怖くはなくなります。 今日はこの辺で終わりにしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。